皆さんこんにちは、トモヤです。さっきですね、自然栽培の野菜頼んでたんですけど、それがパッと届いて、ちょっと急遽カメラ回してます。まあちょっと前に自然栽培に関する動画をこういくつか上げたんですけど、まあ実際自然栽培の野菜どんな感じなのとか、それ自分がね、野菜どうやって頼んでるのとか、頼んだらどんな感じで届くのとか、まあそういうのを開封していくというか、そういうところをちょっと紹介したいなっていうふうに思ってます。料理とかもしていこうと思ってるんで、早速開けていこうと思います。ちょっと個人情報がついたものだけ剥がしたんで、まあちょっと切り込み入れちゃったんですけど、今から開けていこうと思います。まあこんな感じで入ってくるんですよね。はい、見てください。こんな感じで何が入ってるかっていうのと、まあその値段がついたもので、ちょっとここ見てください。おまけついてきてます、今回。毎回とかじゃないんですけど、いや、ほんとありがたいですね。こういう風に来てくれと。で、自分はこうやって届いた野菜、新聞紙に包んでもらってます。本当はプラスチックの袋とかに多分包まれてると思うんですけど、普通のお客さん。直接コミュニケーション取って、こういう新聞紙に包んできてもらうようにしてもらってます。そして、はい、うわ、そしてですよ、これですよ、これ。いや、綺麗、美しいですね。まあちょっとこういう傷とか、まさにこういうの見てほしいですね。これちょっと色褪せた場所とか、まあ傷とか、これ市販のものじゃもしかしたらあんま見ないかもしれないんですけど、世の中の野菜というか自然ってこういうものですから。あ、これは綺麗ですね。いや、美味しそう。こういうのが出回らない理由、市場に、それは何でなのかっていうふうに考えてもらってほしいですね。こういうのって、じゃあ仮にこれが市場に出回らなかったらどうなってるのっていうふうなこととかいろいろ考えてもらいたいなっていうふうに思います。見てください、この野菜たち。そして自分がね、いつも開封というか、こう開けるときにやってることなんですけど、見てください、撮影するっていう理由がまあ一番なんですけど、こんな感じでこう入ってきた新聞紙を広げていって、一度全部の商品を、届いたものを並べて見ています。はい、見てください、これですよ。これこんなにいっぱい入ってきました。いや、今回ちょっとボリューミーですね。このナスとか、このキュウリとか、すごいボリュームですね、これ。いや、これ下手したら、これ市販のより安いんじゃないってぐらい。これで2000円ですからね。まあ送料で850円ですけど。てか見てください、このズッキーニ。ズッキーニ、これもう大変ですよ、これ。大変でしょ、これ。手のひらサイズですよ。いや、手のひらサイズ超えちゃってますよ、もう。あと、もう下手したら2個分ぐらいですよ。1.5 個分ですよ、手のひら。頑張って伸ばしても届かないですからね。いや、これもう、片手で俺バスケットボール持てますから。これ大変ですよ、これ。で、大葉ね。いや、マジでいい香りです。で、これバジルなんですけど、ちょっとね、シワシワになっちゃってるけど。わあ、いい香り。やっぱこういうのを考えると、実際に取りに行くっていうのが一番ベストな気もしますけど。見てくださいよ、この野菜たち。もうこれだけでテンションが上がるんですよ、自分は。そしてですよ、いつもね、届いたらやってることなんですけど、この子たち、自然栽培なんで。食べます。もう洗わないです。本当自然の力が洗い落とされないうちに食べてしまうっていう。そして素材そのものの味も味わうという。ちょっと大葉もちょっと食べてみます。大葉の香りめっちゃする。このバジルもちょっと食べていこうかな。すごいあれですよね。いや、いいですね。こうやって届いた瞬間、こう栄養素を生で取るっていう。まあ本当自然から取って食べてる感覚ですよね。それがやっぱ農薬ないからこそできるというか。自分はいつもこんな感じで野菜開封したら食べたりしてます。いや、これおまけですよ、おまけ。これ1000円で取る、1000円で売るものですよ、500円とか。おまけでつくんですからね、このズッキーニ。まあ今回たまたまですけど、何してもこういうね、ほんと個性豊かな形の野菜たちが、まあ本当に美味しいんですよ。まあ今トマトも美味しかったですし、なんでちょっとこれね、もう上がったテンション、ちょっとこのままじゃ収集つかないんで、ちょっとですけど、まあ何作ろうか考えてないんですけど、昼ご飯とりあえず食べたいと思います。とりあえずこのキュウリはちょっと水洗いして、味噌で食べます。もちろん自然栽培の味噌です。まずですね、大きいキュウリ2本あるんで、これを料理していこうと思います。まあ、ちょっとばかしね、土がついてるんですけど、まあこういうのを食べます。ちなみに洗ってないです、これ。普段こういう端っこ切り落としちゃうんですけど、気分で食べたりしてますね。まあ美味しいか美味しくないかはもちろん判断するんですけど、物によってはこういう切る場所、美味しいものあるんで、ちょっとキュウリ食べたことないんで食ってみます。まあ、全然問題なくいけますね。こんな感じで、もう適当です、適当。なんか自分料理そんな得意じゃないんで、こういう切り方ミスったやつはつまみます。うん、うまい。ちょっと今回こっちのもう一本ちっちゃい方に切り替えます。こっちいっぱいになったんで。ほんと美味しいんですよ、生で食っても美味しいんですよ。これ何もつけなくてもさっきつまんだ大葉です。そう、素材の味がしっかりして、でかつ香りもするし、なんかその野菜、キュウリならキュウリの味がするみたいな、味つけなくても味がするんですよ、ちゃんと。ちょっと白味噌なんですけど、これ
有機って書いてるんですけど、自然栽培の大豆と米使用、自然栽培の白味噌です。塩味はそんな強くないんで、結構多めにがっつり使って、これもさっき届いた大葉ですね。ちょっと細かく切ろうかなって感じにします。もうちょい味噌足そうかな。結構いっぱい入ってるんですけど、これぐらいで結構ちょうどいいです。でこれをちょっと大葉と混ぜ混ぜして、いやもう想像するだけで美味しいです。このお皿の上全部自然栽培ですから。ちょっと初めて作ったんですけど、なんかのレシピで見たことあったんですけど、ちょっと作りたいなっていう思想、それまで届いたことなかったんで、まあ、ちょっとこの超適当ですけど、本当はもっとつけたりしたら味がちゃんと馴染むかなと思うんですけど、まあ今こんな感じで、きゅうりと大葉味噌です。一品目これで完成ですね。そしたら次このピーマン、ナス、ゴーヤを使って、ナスが丸ナスと普通のナスが、どっちも使ってみようと思います。丸ナスってなんか改めて食うの、多分ちょっと初めてかもしれないんで、いやどんな味の違いがあるんだろうっていうのがちょっと気になって普通のナスも入れてみます。その味もしかしたらそんな違わないのかもしれないですけど、あ、ちょっと先にナスに手が出たけど、ちょっと硬いものから。ゴーヤこんな感じで種あるんですよね。なんか自分でゴーヤ切るのちょっと初めてで、爽やかな苦さのゴーヤになってます。で最近ウォーターソテーっていうのにハマってて、油じゃなくて水でやってるんですよ。なんか油ってちょっとどうしても洗うのにコストがかかる、洗うのが結構大変だったりとか、油自体がねいい油ってちょっと探すのがお金かかったりとかで大変だったりとか、まあどうしてもゴミが出ちゃうっていう点から、まあ絶対使わないとかそういうわけじゃ全くないんですけど、まあちょっと使う量を控えるようにはしてるんですよね。ピーマンの種とか全然入れちゃいます。まあ自然栽培ね、こう食べたことある人だったら、まあ、もうこの時点でもうすごいワクワクしてると思うんですよ。食べたいってなってると思うんですよね。なんですけど香りとかもこういうの楽しんどいて、あーナスの匂いする、ナスってこんな匂いするんだとか、なんかそういうのを改めて知る機会になるんですよね。こうやって自分で頼んで、ほんと新鮮な野菜っていうのを堪能できる。これもまた農家さんから直接買うメリットかなっていうふうに思います。火が通ってね、色鮮やかになってきましたよ。水こんなね、入れなくてもいいのかもしれないけど、まあ、多少茹でる感じになってもいいのかなって感じで、あんまこだわんないです、普段。なんかちょっとね、この生の状態でナスって食べるもんかあんまわかんないんですけど、だいたい食えるんで、ちょっと丸ナスと普通のナスどう違うのか、ちょっと比べてみようと思います。ナスが甘い。水なくなったらまたちょっと足してあげるって感じでやってます。今丸ナス食べたんですけど、あんま味は変わんないですね。せっかくバジルあるんで、バジルもなんか横に添えるように手でちぎるぐらいのサイズにしようかな。あんま粉々にしなくてもいいと思うんで。あ、すげえいい香り。ちょ、この水分が飛ぶくらいまで茹でようかな。あー、茹でるじゃない、火を通していこうかなっていうふうに思います。自然栽培の醤油も足しました。いい色になってますね。はい、見てください。こんな感じで、炒め物と、きゅうりのね、大葉と味噌のきゅうりと、あとここに、ちょっと炊いてた自然栽培の玄米、食べかけなんですけど、残ってたやつあるんで。で、自分ね、お皿をね、こう極力使わないんで、こういう、映えたりはしないんですけど、炒めた鍋を、そのままお皿にしちゃってます。ちょっと、最後ちょっとだけ食べて、終わりにしたいと思います。いただきます。マジでうまい。きゅうりの味もしっかりするし、白味噌のその甘さ、塩味もちょうどいいし、でね、噛むごとに広がる大葉の香りも最高。香りがね、この自然栽培の野菜すごいんですよ。マジで本当に食べて体感してほしい。じゃあゴーヤとナスとピーマンいただきます。ちょっとカメラの充電切れちゃったんで、今携帯の方に持ち帰ってます。自然栽培の醤油とナスの相性、いやマジで美味しい。美味しいっていうのはさ、もう動画じゃどうしても伝わるのに限界があるから、ほんと食べてもらうしかないんだよね。これはほら、外のセミももう大合唱よね。ちょっとエアコンつけてないから暑くなってきて、今まだ扇風機も回してないんですけど、カメラ撮ってるんで、この動画もちょっともうここで締めようと思うんですけど、暑いんで。いやマジで美味しい。本当にこんな感じでね、自分はまあ普段自然栽培の野菜まあ食べてますよというか、まあ届いたらこういう広げて写真撮ってとかね、一つ一つこう生で食べてみて体験してみてみたいな、まあ生で食べないものももちろんありますけど、そういうのやって、まあ儀式やってから料理ねパッとしちゃって、あそこにちょっと味変のバジルもあるんで、ちょっとそれも楽しみたいと思います。てな感じでちょっとねラフな動画になったんですけど、まあ普段の自分の生活をちょっと見せれたんじゃないかなっていうふうに思います。なんかもし よかったらこういうね自然栽培の野菜興味持ってこうぜひ食べてみてほしいです。で自分みたいに農家さんと直接こうやり取りすれば、こうプラフリーとかもできたりするかもしれないんで、そういうのもなんか視野に入れながらやってくれたら嬉しいなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。
もしよかったらこのチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。俺はただの兄ちゃんでもビーガン、うん、じいちゃんになってもかっこいいじゃん。誰でもいいんだ、リーダー信者関係ない、審査なんてない、小さな世界で鎖に縛られたい、身近なところで言いたがってない、正直。